皆さんどうもこんにちは。それでは今週のデータいってみましょう。今回ですね、いよいよアメリカでは大統領選挙が近づいてきましたけども、今年になってから特になんですけども、シリコンバレーでですね、拡大中のトランプ支持ですね、多くの人たちが有名なビリオネアと言われてたりだとか、まあ、CEO だったり、ファウンダーと言われるような人たちがですね、トランプを支持する人が増えてきてるっていうのが、まあ、傾向があるんですけども、今回ですね、そうした傾向が今回の選挙に与える影響っていうのをちょっと解説してみたいと思います。それではいってみましょう。でですね、シリコンバレーでまあ支持拡大中、トランプの支持 が拡大中とということなんですけどもまあもちろんこれが直接的に影響を与えるのはやっぱお金ですよね。より多くのお金を集めた候補の方がまあ当選しやすいっていうのはまずあるので今まで民主党支持が圧倒的に多かったのがだんだんと共和党支持もしくはトランプを当選させようとする勢力がの力がですね強くなってきているっていうのはこれはもう選挙にかなり直接的な影響を与えるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。ちょっとここで整理しておきたいんですけどもまあ支持拡大中とはいえですね基本的にシリコンバレーですねアメリカのビジネスの中でも テック企業が多く集まっている場所ですけどもここはですね、もう歴史的にいつも左、リベラル、民主党支持が多いんですね。圧倒的です。それが分かりやすく示しているのが、こちらですね、どっちのキャンペーン、トランプのキャンペーンなのか、ハリスのキャンペーンなのか、どっちにお金を献金している人たち、献金額が多いかっていうものを表したものなんですけども、これがですね、これは全て全米です。なんですけども、これ見ていくと、これ右側がカマラ・ハリス、あの現副大統領ですね、献金している会社、 が出てますこれ、会社がっていうよりも、この会社に勤める従業員です、それをですね。 バーチャートで表したものなんですが、これは、それぞれの会社に働く従業員ですね。従業員が PSC っていうですね、ポリティカルアクションコミティとかって言われるんですけども、まあ、キャンペーンをするために、みんながこう、お金を献金できる、そんな、まあ、組織をですね、選挙の候補になる人たちっていうのは作ったりするんですね。そこに、いろんなこうところから献金が集まってくるんですけども、そこに対するものです。で、これで見るとですね、Google、Microsoft、それから Apple、それから Oracle、 ですね。で、さらにエヌビィアだとか、シリコンバレーでも有名な企業っていうところからお金がですね、圧倒的にこっちに入ってきてるのがわかります。それに対してですね、トランプ陣営の方っていうのは、トランプの PAC っていうのは、あんまりないんですね。全くゼロではないと思うんですけども、このカムラ・ハリスへの研究に比べると、もうほとんどないに等しいと。逆にまああるのはこのアメリカンエアラインっていう空港会社だったり、ウォルマートだったりだとか、まあボーイングロッキーマーチンだとか、この手の企業からまあ若干あったりするんですけども、ここでのポイントとしてはシリコンバレーの企業っていう のはほぼ民主党の候補よりですよ。ってことですね。で、これは。 よく考えると、この Google と Microsoft で、基本的にはもうサーチ。今となってはですね、AI があるので、ちょっと違ってきてるとは思うんですけども、それでもですね、基本的にこの Google サーチと、それから Microsoft の Bin っていうサーチで、基本的にサーチマーケットというのはほぼもうこの2社で占めてますよね。つまり、多くの人がですね、何かを調べようとした時っていうのは、おのずと Google か Microsoft を通っていくわけですから、そこがですね、すごく民主党に寄ってるっていうのは、ちょっと気持ち悪いなって感じがするんですけども、さらにですね、この Apple を入れると、 Google と Microsoft と Apple で基本的にウェブブラウザーですね。もう皆さんこうウェブで何か探そうとか情報にアクセスしようとするとウェブブラウザーを使うと思うんですけども、それもほぼ100%がですね、この3つの会社で握られてるわけですから、その会社の献金がこれだけですね、民主党の方に偏ってるっていうのはちょっと不気味な感じがするんですけどまあちょっとそれを置いておいて <laughs>、かなり差があるわけですね。で、もう一回言いますけど、これは従業員の献金の方ですね。 これはですね、今回特別なトレンドではなくて、これいつもそうなんですけども、こっちがですね、2020年、前回の大統領選挙の時です。 その時は、まあ、民主党の候補は、ジョー・バイデンだったんですけども、まあ、こちらですね。アルファベットっていうのは、グーグルですね。それから、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブック、アップルと、テック企業が続くんですね。ちなみに、このマイクロソフトっていうのは、シリコンバレーじゃなくて、もっと上の方の、ワシントン州にあるんですけども、まあ、テック企業で、特に、マグニフィセントセブンだとか言われるような、大きな企業ですね。っていうのは、基本的には民主党の方に献金する傾向がありますよと。で、それに比べてですね、トランプ陣営の方には、献金額がまず小さい。で、さらにですね、献金して、 会社っていうのもそテック企業だとかシリコンバレーの企業だとかっていうのはあんまりなかったりするっていうのがあるんですねで、さらにですねこれをもっとわかりやすくしたのがこれちょっと2018年の中間選挙の時なのでさらにちょっと前なんですけどもただ今でも基本的なパターンとしてはこんな傾向なんですねっていうのはこれは青色が民主党で赤色が共和党なんですけどもこれシリコンバレーの企業をリストしてあるものです で、見るとですね、上からネットフリックスだとか、これ当時2018年なので、今は X ですけども、当時は Twitter って言われてたやつですね。その会社だとか、Airb, b n Apple, Stripe, Lift, Google, Salesforce, Facebook。 テスラですね。もうとにかく、皆さんがよく知っているような会社が多いと思うんですけども、ほぼですね、9割近く、もしくは100%近くがですね、民主党の方に献金してたっていうことなんですね。これが2020年の前回の大統領選挙の時なんかも同じような傾向だったんですね。基本的にシリコンバレーっていうのはこう民主党寄りなんですね。しかも民主党寄りっていうと、なんかこう40%、60%なのかなと思うかもしれないですけども、もう90%とか、ね、そういう意味なので、かなり偏っているような場所 なんですね、でその傾向が今回の2024年の,だの選挙からちょっと変わり始めてるっていうのが新しいトレンドなんですけどもでまずですねこれファイナンシャル・タイムズの記事に出てたものなんですけどもでこちらのチャートですね。 これが、えっ、ー、と、右側がシニアマネージャーの人たちなので、まあ、あの、上の方のマネージャーだとか、ディレクターだとか、エグゼクティブだとか、そういう人たちだと思ってください。で、左側は CEO ですね。で、これは、US の会社です。これシリコンバレーとかじゃなくて、US 全体を見た時の傾向ですね。で、それがどういうふうに、こう、右をサポートする場合だと、こっちら赤の方ですね。こう下にコンサバティブ・ライトって書いてますけど、保守系の右派。左の方はプログレッシブの左派ってことですね。真ん中がモデレートって書いてますけども、これはですね、どっちの民主党なのか、 共和党なのかどっちのキャンペーンに寄付している人が多いのかっていう人数の分布をここで表します。 例えばこちらの左のチャートの2001年から2004年のところを見るとこのチャートはです、ね、圧倒的にです、ね、右の方共和党の方に献金している人たちの方が多いよということを表しているんですね逆に民主党にもう献金している人たちはいるんですけども、まあ、共和党に献金する人たちに比べると少ないよということですねこれもう一回言いますけど全米のこう会社ビジネスですねでその傾向というのが実はです、ね、これを追うごとにちょっとずつ変わってきていたんです。 で、ちょっとずつシフトしてて、そのシフトが明らかになってきたのがこの辺ですね、2013年、2016年のあたり。で、それを超えて、えっ、ー、と、2017年から2020年になると、トランプ大統領になって以降ですけども、そうするとですね、この共和党支持と民主党支持っていうのが、の人たちですね、まあ、献金っていうのを元にしたデータですけど、拮抗してきて、それがですね、2021年から2022年になると、もうほぼ同じぐらいになってたんですね。で、他の、 人たちですね、会社の中の,このシニアマネージャーの人たちですけどもこっちで見るともともと共和党に偏っているというよりも両方はあってどっちかというと共和党の方が多いような傾向がありました。 それがですね、こちらも年を経っていくごとにですね、だいたいこの辺ですかね、2013年、2016年の頃ですけども、アメリカは民主党のオバマ大統領になって、その頃になってくるとだんだんと民主党支持の方が増えてきて、逆に民主党に献金する人たちの方が共和党よりも圧倒的に多くなるっていう、そんな傾向がありました。で、これがですね、 もう一つ、この同じ記事の中にチャートがあったんですけども、こちらですね。これはアメリカのテック企業って言ってるので、シリコンバレーだけとは言うわけではないんですけども、ただアメリカのテック企業のほぼ、まあ全ては基本的にシリコンバレーにありますので、シリコンバレーとして捉えても、まあなんか大きなヘりタタりはないかなと思うんですが、こちらの傾向がですね、すごく面白いのが、これはですね、全米の傾向と結構似てるんですけども、もともと2000年代ぐらいっていうのは、 どちらかというと共和党に寄っているような形だったんですね。ただ、両方にも献金する人たちも多かったので、あまりこう二極化してるっていうよりも、まあ一つの山で、ただ右寄りの山だよね、みたいな形だったんですね。で、もう一回言いますけども、このチャートは、 US のテック企業のエグゼクティブスなのでエグゼクスって書いてますけどもなので取締役のレベルの人たちってことですね取締役がさらに CEO かっていうそういうレベルだと思ってくださいで、その人たちのまあ傾向は基本的には共和党寄りだったんですけどもそれが変わり始めるのがこの2004年ぐらいからなんですけどもちょうどこの頃からだんだんとアメリカはですね当時の共和党の大統領ブッシュが起こす終わりなき戦争イラク戦争だったりアフガニスタンの戦争だったりだとかそういうのに嫌気をさし始め で次を求めるみたいなの,の時があったんですね。2008年にも民主党のオバマ大統領は当選されるわけですけども、そのあたりからこう民主党にシフトしていきます。 で、そのシフトがどん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 大きくなってって、それが一番大きくなったのはこの2020年、前回の選挙の時なんですけども、基本的にシリコンバレー、もしくはテック企業の献金っていうのは、民主党の方にもう,こう90%ぐらいが入っていくようなものだったんですね。で、それがですね、2024年の最新のデータで分析したところ、今ですね、なんと、 共和党に献金している人たちの方が民主党に献金している人たちよりも多いに傾向が見れるっていうことなんですね。なのでこれがかなりな地殻変動っていうか大きな。 あの変化だと思いますでこれはですねどれだけ献金してるかっていうデータをま取ってきて、まあ、それを元にですねこうやってチャートにしてくれたんですけどもこの傾向があのどんなものなのかっていうのが、ね、例えばこちらニューヨーク・タイムズですけども、まあ、こんな記事が出てました。あのテックののの企業のビリオネアがどうやって共和党の に献金するようななな人たたたちになっていのかみたいな話で,で、おそらくこのデビデオを見ている人は多くの人がもう既に知ってると思うんですけども、有名どころとしてはイーロン・マスクがトランプのキャンペーンに今すごく参加してですね、応援しているような形で、まあ、ただ応援するだけじゃなくてもちろん彼が言う応援っていうのはお金も入ってきてるわけですね。で、さらにですね、トランプが最初に当選した2016年の選挙の時からなんですけども、シリコンバレーではもう知らない人がいないっていうほど有名な ピーター・ティータルいいう人がいるんですけども彼はペイパルの創業者でもあり、それから今だとパランティアだとか、たくさんのですね、テック企業に投資しているベンチャーキャピタリストの人ですけども、彼らはトランプの支持者だったりするわけですね。で、それからこちらにですね、別の記事があったんですけども、CBS ニュースとかっていうまあウェブサイトですね。で、こちらなんかだと、イーロン・マスクが毎月、 で、45ミリオン i o n ってことですけども、大体ですね、単純計算すると、まあ、60から70億円ぐらいですかね、トランプを支持するキャンペーンに献金するっていうことらしいんですけども、一つの特徴としてはですね、まあ、イーロン・マスクなんかもそうですし、ホテックの業界で、あと他に有名なあのデイビッド・サックスっていうベンチャーキャピタリスト、 の人で、元、あの、他の企業なんかで CEO やってたりだとか、ファウンダーだったりも、もともとした人なんですけども、そういう人なんかも含めて、2016年の選挙なんかだと、民主党支持してたんだけども、今回の選挙になってくると、共和党の方に支持を乗り換えたっていうような人たちですね。で、そういう人たちが結構、先ほどのチャートを見てもわかると思うんですけども、多いっていうのが特徴ですね。もともと共和党支持だった人たちが、今回はトランプを支援してるとかじゃなくて、もともとは民主党支持だった。それが今、共和党の方を支持してるっていうことですね。 私自身もですね私は別に微量オネでも。 な、なんでもないんですけども、もともと私も2016年は民主党を支持してたんですけども、まあコロナの前後でですね、こう共和党の方に支持を乗り換えたっていう背景があるので、こういう人たちが乗り換えていくっていうのは自分の経験をもとにですね、そんなに不思議な話じゃないなって感じはするんですけども、同じ企業の中にですね、じゃあなぜそういった変化が起きてるのかっていうことなんですけども、これはですね、まあよく言われてるんですけども、この4年間ですね、ジョー・バイデン民主党の政権になってから、すごくですね、なんか多くのこう規制っていうのがあったんです。 ですね、でこれがテック業界特にシリコンバレーなんかだともうイノベーションドリブンですからやっぱりどうしてもこう新しいことをしたいそれからあの自由にです、ね、こうメリットベースというんですかねなんかこう生産性が高くなるだとか新しい技術でみんなの生活が良くなるんだったらいいじゃないかみたいな傾向がありますからそれに対してです、ね、民主党をこうサポートする人たちというのは社会主義だとか なんかこう共産主義によっているような思想を持っている人たちもいたりするので、どうしてもですね、アンチビジネスみたいなところがあって、それがですね、こうシリコンバレーに対してもすごくこうアンチなところがあったりするっていうのが一つある。さらにですね、こうやっぱ元々左の人たちっていうのは規制大好きですから、大きな政府で規制していくっていう。なので、シリコンバレーの企業なんかにとっては動きにくくなると。で、特に今一番のディベロップメントっていうかこうイノベーションっていうのは AI。 それからビットコインなんかに代表されるクリプトカレンシーですよね。この2つっていうのに対する政府の規制、 というのはやっぱり大きいんですね。なので、こちらに言われているのは、基本的にはトランプキャンペーンっていうのは、まあ、プロビジネスで、反規制ですね、っていう部分があるので、そこが受けてるんじゃないのかというふうな解説がありますけども、もう一つですね、重要な部分として、さっきちらっと言ったクリプトカレンシー、ビットコインの話ですけども、トランプの方は明らかにですね、このビットコイン、もしくはクリプトカレンシーの業界っていうのを支持するっていう方針を出してます。 でさらにですねビットコインを使って政府のこうリザーブカレンシードル以外にも例えばまあ金を持っておくだとかってあったりしますけどこれビットコインっていうのをドルの価値を担保するものとして持っておこうだとかそういう発言もあったりするのでかなりその辺がですね受けてるっていうのもあるんじゃないのかなっていうふうには思います。でさらにです、ね、もう一つ例として これも結構大きな影響があるんじゃないのかなと思うんですけども実はですね、前回の選挙の時、コロナ中でバイデンかトランプかみたいな2020年の選挙がありましたけども、あの時にですね、実はメタの Facebook のマーク・ザッカーバーグですねは、 400ミリオンですね。今の日本円で単純計算すると大体600億円とかっていう額をですね、献金してたんですね。それがノンプロフィット非営利組織ってやつですけども、そこにまあ献金した形にはなってたんですが、その子がですね、民主党寄りな組織だったっていうのがあってですね。で このお金が民主党にとって有利になるように使われてたっていうのがあるんですね。その一つが前回の選挙っていうのはこの郵送投票っていうのがあるんですけども、これがですね、郵送投票の結果がですね、圧倒的に民主党より だったんですね、それ以前にもですねこうあの、当日投票に行けない人っていうのがこう、自分は郵送で投票しますっていうのを登録すれば、そういう人たちには特別に郵送で投票するためのこうパッケージが届くっていうのがあったんですけども、この時はですね、2020年の時は自分がリクエストするかしないにもかかわらず、一斉にドカーンと全員に送られてくるみたいなのが、例えばカリフォルニアだとか、特に民主党系の州はですね、あったんですね。 で、そのためにはやっぱお金が必要になるんですけども、そのお金を提供したのがマーク・ザッカーバーグ、まあ一人だけじゃないですけども、彼らだったって言われたりもするんですが、それがですね、例えばこちらの アメリカの NPR っていう記事なんかだと、この2020年の選挙っていうのは、この Facebook なんかからの、マーク・ザッカーバーグですね、Facebook の CEO なんかからの、このプライベートなお金っていうのが可能にしたんだみたいな、そんな記事なんですけども。で、これがですね、まあ一応これ記事的にはですね、別にこのお金で民主党が勝ったとは言ってないんですけども、 ただですね、どこに献金したのかなっていうのを見ると、ノンプロフィットがそのお金、400億円とか600億円とかそういう大金をですね、手にしたら、それをいろんな組織にまあ配るわけなんですけども、そこが集中しているのが、これ東部ですね、これニューヨークだとかマサチューセッツがあるような東方なんですけども、ここはまあ、ね、あの歴史的に民主党が多い場所ですけども、ここですね、ミシガンだとかウィスコンシンっていう、この2つのあたりなんか異様にたくさん献金されてたんですね。で、ここはですね、多くの人が知ってると思うんですけども、前回の選挙で、 スイングステートとか言って共和党になったり民主党になったりするところなんですけどもまあここがあの最後の方まで揉めて最終的に民主党の方になったっていう場所でもあるんですねなのでこういうやっぱスイングステートにこうお金が入ってったっていうのだとかそれからあのここにジョージアっていうのがあってジョージアの方も最後まで選挙結果がなんかずるずる出なかったのが最後出たらあのバイデンの方に入ってたみたいなのがあったんですけどジョージアだとかそれからペンシルバニアだとかいろいろ問題になったところにやっぱそれなりにお金がついて 使われててでどういうふうに使われてたのかっていうと同じ記事の中にですね例えばフィラデルフィアなんかだとこのアーリー・ボーティングって早期投票ってことですけどこれが郵送投票で期日よりも前に投票することができるってやつなんですけども、まあ、そういうところにお金がたくさん使われてたりだとかそれからこちらですねミルウォーキーっていうのはまさにさっきのウィスコンシンってところですけどもこちらですねもう圧倒的にこのアーリー・ボーティングの例の郵送投票を使った 早期投票の方を可能ににするためにお金はかなり使われて,たっていたとうこななんですけどもなのでこういうのがあるとですね、うん、先ほどのマーク・ザッカーバーグの大量なお金っていうのもこうノンプロフィットに献金したとは言われつつその献金っていうのは最終的に民主党に有利になるような投票システムに使われてたっていうので、まあ、知らないわけはないだろうとかっていう話があったりするんですね。でそれがですね今回 大きな変化があるのが、さっきのこう、シリコンバレーは今、共和党の方にシフトしてるよっていうような話がありましたけども、こちらですね、マーク・ザッカーバーグが、こちらのビデオインタビューで言ってたんですけども、今回はどちらの候補にも献金はしないってこう言い切ってたんですね。なので、単純に考えてもですね、前回のそれこそ400とか600億円みたいなものが、あの、一個、片方を有利するように使われたお金っていうのが、今回は入ってこないっていうだけでも、大きなインパクトはあるんじゃないかなっていうふうに思います。 ということでですね、今回はシリコンバレーで現在、まあ、今年になってからですけども、トランプ支持がどんどん増えてきてますよっていう、そういった傾向ですね。これをね、データを使ってですね、ちょっと解説してみました。今回もご視聴いただきどうもありがとうございます。それでは次回またお会いしましょう。どうもです。現在今年の12月に開催のデータサイエンスブーズキャンプの参加を受け付中です。 こちらのトレーニングはデータを使ってビジネスを改善していくために必要なスキルを3日間で手を動かしながら習得できるようにデザインされたものです。詳細の方は私たちのウェブサイトエクスプロトートにご対応よりご確認ください。